ちゃ、こんにちは。さて、はい、ちょっと早いけど、ちょっと早い、もうキャンプも始まって、まだレギュラーシーズン始まってないですよね。いや、始まってないから、2021年のベストナインをちょっと予想してみたという。ちょっとですね、ベストナインってあのシーズン終わってから発表されるあのベストナイン。そうだよ、まだキャンプ途中ですよ、ね、まあでもね、これはね、意外と楽だよ。本当、これなぜかというと、はい、大体やっぱこうレギュラーで、うん、まあ、ある程度の、まあ、実績がないとっていう、はい、まあ、若手もポンと出てくる可能性もあるけどね。まあ、そうです。あと怪我が一応なかったってことを想定してますね。もちろんもちろ ん。お、分かりました。じゃあセリーグ、パリーグどちらからいきますか。じゃあセリーグから、ね、OK、 じゃあセリーグいきましょう。菅野ピッチャーはね、菅野の性格からするとさ、はい、まあ、メジャーに行けなかったことも残念だよ、はい、だけどやっぱ8億というさ、うん、年俸に対しての責任を取れる男だと思うんだよね、はい、今年も活躍しそうだなっていうふうに思うよ。そこにどうですか、大野雄大投手とか森下投手と か投げ合いになった時に、はい、大野雄大が勝ててないんだよね。でやっぱバックも考えると、はい、やっぱ巨人の方がバッティングっていう意味で、うん、点を取ってくれるという意味では、はい、大きいじゃない、はい、まあ、西勇輝っていうのも考えたけどさ、うん、そうですね、やっぱりちょっとエラーも多いしなって、はい、森下も考えたけど 2年目になるんですかね、2年目の疑い不安、あ、昨年本当にフル回転で、はい、まあ、笹岡監督も肩の、ね、状態を考えて、はい、最後タイトル争いも絡んでたんだけど我慢させたでしょ、はい、でやっぱそのぐらいやっぱ負担は来てたと思うんだよね、うん、その疲れが取れてるかどうか、はい、それはもちろん森下も候補の一つには頭にあったけど、はい、まあ、そういうことも考慮した、はい、じゃあもし有力なライバルが出てくるとすれば、その中の誰が一番有力、やっぱ大野だよね。あ、ベストナインのライバル、うん、大野だな。ちなみにじゃあ菅野投手は何勝いきそうですかね、今シーズンは。17ぐらいいくね。おお、おお、15超えましたね。いや、それはね、いや、15ってさ、はい、だってフルシーズンやるわけでしょ、今年。まあ、そうですね、今のところ。そうでしょ、はい、で、桑田が入ったでしょ、はい、やっぱ桑田とやっぱこうああいうタイプって合いそうなんだよね。だから桑田もこういろんなことを葉っぱかけていくと思う。負けはちなみに、じゃあ17勝何、まあ、5ぐらいかな、5負ける。あ、じゃあ12の貯金ってことですね。貯金、そう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 。おお、そっか。じゃあピッチャーはベストナイン菅野投手。まあ、そうだね、はい、じゃあキャッチャーいきましょう。キャッチャーは相澤。相澤ね、去年悪かったんだよね、はい、やっぱ巻き返すと思うんだよ。これなぜかというと坂倉にケツに火つけられたみたいな感じだから、はい、だから相澤もまだやっぱね、あの若いし、はい、キャッチャーとしたらこれから脂が乗ってくるときに坂倉にはやっぱ取られたくないと思うんだよ、うん、まあ、勝負強いしさ、まだまだリードも1枚も2枚も、うん、まあ、チームの中では坂倉と比べたときに上だということだね、はい、まあ、相澤が一番手かなっていうふうに思うよね。梅ちゃんも考えたけどね。じゃあその相澤選手にこうライバルが出てくるとすると梅野選手、梅ちゃんだね。そうです、まあ、梅ちゃん、大城、あ、大城選手、うんうんうん、だけど、まあ、相澤の方がやっぱキャッチャーとしては1枚も2枚も上手だよ。あ、そうなんです、ね、あ、さあ梅ちゃんもいいキャッチャーだよ、はい、だけどまだまだ相澤は体がしっかりしてれば大丈夫。大丈夫、じゃあファーストいきますか、うん、まあ、村上、はい、まあ、村上は取ってくるだろうなって、取らなかったら怒るぞみたいな。まあそうなってきますよね。いやいや、今年はなんかもう40本打ってくれそうな気がするしさ、はい、まあ40本と言わず50本ぐらい打ってほしいなと思うしね、うん、フォアボールも取れるしさ、はい、昨年一番フォアボールを取った人間で出塁率も高かった、はい、まあ、そういう人間っていうのはやっぱ安定してるんだよね、成績を見ると、うん、だから村上も今年また安定した成績を残してくるかなっていうふうに、若いけどね。そうですね、うん、ライバルはどうですか、いなさそうですか、ちょっとどうなんですか。まあ、外国人だよね。あ、出てくるだから、まだ分かんないからさ、外国人がどういうスタートを切り、はい、どうのこのって分かんないしね、で成績も分かんないから、はい、ちょっと外国人は抜いたけど、はい、巨人のスモークなんかはファースト専門でやるっていうから、はい、まあ、外も今年はファースト専門かな、でそういうことになると、うん、やっぱ外国人の争いになるけども、外国人には負けてほしくないよね、村上は。ああ、なるほど、頑張ってほしいと。はい、さあセカンドです。
山田哲人、はい、これは今年やんなかったらもうダメだよね。そこはもう手厳しくってことですよね。いやいや、やっぱり球団がさ、あれだけの FA のね、はい、講師に対して金額を出してくれた、はい、まあそこはちゃんと責任を取ってちゃんとした成績を収めていかないとさ、やっぱトリプルスリーをまたやるぐらいじゃないとダメだと思うし、はい、やっぱ彼もそういう気持ちでいると思うけどね、うん、昨シーズンがねちょっと途中疲労とかもあったりして抜けた、まあ、疲労なのかどうなのかわからないけどさ、調子も上がんなかったしね、やっぱりそういうコロナっていうのもあったんでしょうかね、うん、だけど人に教えるぐらいだからさ、はい、若手が慕い出してきてる、うん、まあそのぐらいの立場になったらやっぱしっかりした成績を収めないと何の説得力もなくなるよね、はい、そうです、まあ、成績は説得力があるけどさ、うん、はい、やっぱりやらなきゃいけないよね、うん、はい、山田哲人選手のライバルはどうですか、いなさそうですか。菊池だよね。いるとすると菊池選手、うん、菊池がちょっと打ったあの守備を考えた時に、はい、やっぱ総平かなっていう風になってくるし、はい、ベイスターズに入った牧、はい、期待はしてるけどね、うん、まあ、この選手がセカンドを取って村田みたいな、はい、巨人のバッティングコーチの、はい、村田みたいなバッターに育ってくるとさ、うん、いや面白い存在になってくると思うし、うん、そうですね、はい、分かりました。では、サードいきましょう。サードは岡本かな。もうそこはね、まあ、大山とかもいるけど、はい、やっぱ球場とかいろいろ考えたときにやっぱホームランを打てる確率の高いのは東京ドームだしね、はい、岡本もやっぱ精神的にすごく落ち着いてる、だからそんなに浮き沈みがないと思うね。でやっぱり4番という責任を果たさなきゃいけない、はい、そこもここ 2,3 年で出来上がってきてるしさ、だからそんなに崩れるとは思えない。しかも、まあ、チームが優勝するとさらにやっぱり取りやすくなりますよね。いやもうそりゃそうだよね、うん、ですよね。で、まあ、ライバルがいるとするとじゃあ大山選手、まあ、大山、うん、まあ言えば堂林、はい、まあ、宮崎っていうのも面白いよね、うん、はい、だから宮崎っていうのは首位打者の確率が高いから、そうですよね、うんうん、だからでもまあ岡本のそのホームランと打点っていうことを考えるとさ、はい、岡本かなっていう、うん、まあ、チームもなんか優勝するだろうしね、わかんないけどまだまだ順位予想はしてないよ、うん、してないけど、はい、やっぱり優勝候補の筆頭じゃない。そうなんですね、うん、ただもしこれ阪神が優勝とかになってくると例えば大山選手だったりももちろんそこは、まあ、可能性はあるよね、成績がにかりよったりだったら、ね、だったらってことですよね、うん、さあショートです。まあ、坂本かな。そこはやっぱいないもん。そうか、ベイスターズに賞を取って規定打席に達してる人間はいないしさ、はい、昨年ね、はい、で、まあ、ヤクルトもいないでしょ。中日強打、うん、強打はね守備は双璧で、はい、まあ、昨年ちょっと強打の守備はエラーが多かったけど守備からするとそんなに遜色はないのね、はい、だけどやっぱバッティングは違うわ。まあそうですね、ベストナインだから。そうですか、ゴールデングラブではないですもんね。そう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 、やっぱ田中康介もいるけど、うん、はい、やっぱ坂本かなと思う、ね、まあ、でも鉄板で取らなきゃいけない選手だから、まあ、確かにそうですね。そうそうそう、逆に言うとそういうことですもんね。そう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 。さあ、そして外野いきましょう。外野はね、はい、まあ、ポジション別じゃなくて、はい、まあ、3人選ぶよね、はい、で近本、はい、お、近本はやっぱ赤星以来の3年連続の、うん、はい、ルーキーからの盗塁王っていうのもかかってるし、はい、まあ、おそらく取ってくんじゃないかなっていうの気がするし、はい、で昨年開幕ダッシュ遅れたんだよね、はい、ものすごい調子悪かった、うん、でもそこからこう上げてってやっぱり実力者だよ、うん、で3年目っていうのは一番充実するそういう年かなっていうふうに考えるとさ、はい、やっぱ近本がやっぱ取ってきそうな気もする、うん、で丸鉄板ですね、ここも。まあ、丸は安定してるよね、やっぱね。そうですね、うん、やっぱ形を持ってるやつは強いよ、はい、で、もう一人は鈴木誠也、もうここも鉄板というか、これはいや、ここ鉄板で取らなきゃさ。そうですね、お前らいくらもらってんだっちゅう話でしょ。そうですね、そう、年俸ね。ただここに食い込んできそうなのが、はい、ブレイクしたら梶谷。おお、じゃあどなたかが外れてそこに梶谷選手が入ってくる。いや、この3人の中の誰かが外れるっていう可能性は、まあ、巨人に、ね、入って、うん、そうですね、ここに、うん、この3人に中日の1人が入ってきたら、うん、大島以外ね、はい、大島以外が入ってきたら、うん、中日は優勝の目がある。お、面白いですね、そのあたり。いや、面白いと思う。お、うん、分かりました。じゃあこれ今
セリーグやりましたけれども、はい、次回パリーグ編もそうだねやりましょう、はい、はい。